ラジオドラマで聞く名作文学。第一次世界大戦中、ロシア革命の少し前の頃であったろうか、戦場よりはるか東のトルクメニスタン、不毛の荒野を数珠つなぎにされた一団の女たちが馬に乗った遊牧民に追い立てられてゆく。トルクメン人に略奪されたクルド人の女たちであった。とっとと歩け、女ども。明日までにキャンプに着かなきゃならねえ。歩けない者は置いていくからな。この砂漠に置いていかれるってことが何を意味するか、お前らの頭でもわかるよな。わかったらさっさと歩くんだ。騎馬の一軍のリーダーの名はアタフ・ババ。職業は遊牧民、そして時々略奪者兼人飼いであった。アタフ、これ以上は無理だ。今夜はここいらで野宿しないと。おだからよ、馬にくくりつけたあいつの様子はどうだ。どうもこうも、もう匂い始めてるよ、この炎天下じゃな。本当にあいつをキャンプまで運んで戻るつもりかい。仕方あるめえ。死体がなけりゃあいつの女房は納得しめえよ。クルド人の反撃でやられちまったなんてな。まったく運の悪い野郎だぜ。よし、ここらでよかろう。馬を休ませろ。女たちが逃げないようによーく見張るんだ。逃げたって水なしじゃ死ぬだけだぜ。バカ野郎、せっかく高い代償を払った戦利品だ。死なれちゃ元も子もないぜ。略奪された女たちの中にザリン・タージという名前のまだ14歳の少女がいた。彼女だけが疲れ果てて泥のように眠っている女たちの中でただ一人眠ってはいなかった。あの小娘は掘り出し物だったな。アタフ、さぞやいい値で売れるぜ。いや、あの娘は売らねえ。俺の女にする。そうだと思ったぜ。あんたの見る目が違ったからな。しかし、神さんたちの嫉妬がすごかろうな。そこをどうにかするのが解消ってもんや。二人の男の会話の一部始終をザリン・タージは耳をそば立てて聞いていた。プラトーノフ作、タクイル。翌日遅く、一行はようやく彼らのキャンプに到着した。まずは足を洗おう。おい、戻ったぞ。アタフ。おや、おかみさん、ただいま。アタフ、アタフ、うちの人は。ああ、旦那か。そのことだ。まあ、その、なんというか。あんたの旦那は運がなかった。死にかけのクルド人が苦し紛れに放った一発で、あっけなく死んじまった。なんですって。それでも苦労して連れて戻ってきたぜ。行って蔵から下ろしてやんな。もうだいぶ腐りかけてやがるがな。やれやれ、気の毒にな。俺の妻にでもしてやるか。あんた。おお、お前か。元気だったか。元気だったかじゃないよ。あんた、あの小娘。ああ、あの一番若いやつな。あれを新しい女房にするつもりだろ。おお、よくわかったな。あんたの好みは心得ているからね。あたしらは承知しないよ。
お前だって新しいうちは散々嫉妬されたろうが。まあいいさ。ところで早く行って新入りを見た方がいいんじゃないかい。今頃は旦那を殺されたあの神さんが憎いクルド人の小娘に八つ当たりしている頃だろうからね。なんだって。クルド人が、クルド人が、私の旦那を、やめて、やめて、やめて、新しい、新しいアタフの女房だって、そんなことは関係ないよ。お前ら、治療を癒されてるのは若いキャラだよ。お前の取り柄は若さだけだよ。お前ら、私は、取れば。やめろ、やめないか、女ども。アタフ。まあそれくらいにしてやるんだね。ここにいる全員境遇は似たようなもんさ。若いか若かったかの違いだけでさ。キャンプの女たちも全員がかつては戦利品であった。さあもういいからこっちへ来な。いっぱい引っかかれたね。いいざまだ。さあおいで、新しいブルカに着替えさせてやろう。何もしやしないよ。私たちは似た者同士ってやつさ。さあこいつに着替えな。お前ここだったかい。おお、お前か。うまく収めてくれたそうだな。ありがとうよ。タージはしばらく争いの種になるね。売り飛ばしちまった方がよくはないのかい。いや、あの娘には俺の跡取りを産んでもらわないとな。何がおかしい。あんたも所詮は男だね。気づかなかったんだね。何をだ。あの娘もうはらんでるよ。なんだと。まだ重視だと聞いたぞ。多分もう誰かに騙されるかしたんだろうね。そうか、それならそれで構わない。生まれた子は心置きなく奴隷にできるってもんだ。そんなことを言って置いておきたいんだろう。なんと言ってもあの子は若いし見目はいいからね。違うかい。バカを言え。半年後。月満ちてタージは玉のような女の子を産んだ。その子はジュマリと名付けられた。ジュマリは長寿に従い、母親以上に美女の片鱗を覗かせ始め、12の頃には比類なき存在となっていた。話というのは何だ、おだから。あんたの娘のことさ、アタフ。ジュマリがどうかしたのか。はぐらかさないでくれ。わかってるだろう。ジュマリを嫁にくれ。おだから、お前自分の歳を考えたことがあるのか。ジュマリといくつ違うと思ってるんだ。あんたとタージほどには離れちゃいねえよ。ダメだ、あの子は高く売れるんだ。知らねえわけでもあるめえ。人身売買はとうに禁止だよ。もう若い頃とは違うんだぜ。異教徒どもが勝手に決めたことだ。従うことはねえ。俺たちの間でなら合法だぜ。400ルーブルでどうだ。ずいぶんと足元を見やがったな。だったら羊60頭もつけようじゃないか。いいだろう。
ただし、それは手付けだ。嫁いだら、同じだけよこせ。強欲な父親だな。なに、血はつながってねえよ。母さん、具合が悪いの？どうしたんだろうね。体がやけに重いんだよ。母さん置いていきたくない。私、小田からは好きじゃない。好き嫌いで相手を選べる身分じゃないんだよ、私たちは。小田からは今やアダフを上回る財産持ちだ。それにお前は壊れて嫁に行くんだ。さらわれてきた私とは違う。自由。え？自由、教育。何を言っているんだい、この子は。知らないけど、あのタクイルに住んでいる異教徒が言ってた。タクイルって、あの塔のあるタクイルのか？ええ。タクイルとは、干上がった湖の底にある粘土質の水場のことである。あの異教徒に会ってはいけないと父さんに言われているだろう。関係ない。私は鳥のように自由に生きたい。そんなことを夢見たってどうしようもないじゃないか。私たちはただ与えられた運命を。ああ、ここにいたのかい、美しいジュマリー、我が花嫁よ。小田からさん、明日はお前を迎えに来るからね。待っていてくれ。ええ。その夜のことだった。誰、そこにいるのは？私だ。父さん、何しに？おいおい、明日は嫁ぐ娘に会いに来たに決まっているじゃないか。よく言うわ、娘とも思っていないくせに。ああ、そうだよ。その血のつながっていない娘に長年の借財を払ってもらいに来たのさ。借財？お前には育ててもらった恩義があるだろ。それを払ってもらうのさ。小田からにくれてやる前にな。いけない、いけないわ。血はつながっていなくても親子なのよ。いや、お前は俺のものだ。娘などであるものか。やめて、やめて。こっちへ来い、ジュマリー。おとなしくしろ。やめて。迎えに来たよ、ジュマリー。ジュマリー、お早いお迎えだな、花婿さん。アタフ、花嫁はどこだ？おい、ジュマリー。それがな、何が気に入らんのか、朝から塞ぎ込んでおる。何かあったのか？さあな。まあいい、ならばさらって行くまでさ、昔のように。おい、いい年、ジュマリー、迎えに来たよ。来ないで。連れなくしないでくれ、愛しい花嫁。私は行かない。それに母さんが死にそうなの。なんだって？タージが？これは、なんだ、肌が真っ黒じゃねえか。黒死病だ、ペストだ。ペスト？ジュマリー、お前一晩中タージのそばにいたのか？そうよ、ずっと看病をしていたのよ。やるな、来るんじゃない。
アタフ、とんだ花嫁を売ってくれたな。この償いはいつかしてもらうぞ。なあ、待ってくれ、お宝。疫病神ども、出て行け。どこで一緒に死のうか、母さん。捨てて行っておくれ、ジュマリ。私の宝。お前は自由に生きたらいいんだ、鳥のように。翼もないのに。どうしたんだ、こんなところで。あなたは確かアタフのお嬢さん。お嬢さんなんかじゃないわ。捨てられたのよ、ボロキレのように。この人は話していたでしょ、タクイルの塔に住んでいる異教徒よ。ステファン・カチグローブです。聞いたことのない名前だね。ウィーン生まれで、オーストリア・ハンガリー帝国軍の士官でした。もとも東部戦線でロシア軍の捕虜になって、そこから逃げてきたんですよ。何を話しているのか、私にはちんぷんかんぷんだ。でも捕虜というなら私と同じような身分かね。まあそんなものでしょうね。サモワールの修理や物々交換でどうにか生計を立てています。やつれてはおられるが、まだ若くていい男だね。ジュマリの父親にどこか似ているよ。あれもいい男だった。アタフなんて足元にも及びやしない。母さん、母さん、しっかりして。母さんを埋めてくれてありがとう。あの上に立ててある印は何？君たちは墓標を立てないのか。埋めたら埋めっぱなしよ。それか風が吹き散らせるのに任せるわ。僕たちは墓標を立てる。忘れないようにね。捕虜、捕虜って言ったわね。何の捕虜なの？戦争のだよ。戦争？隣の部族から略奪するようなこと？もっと大掛かりに何千何万人入り乱れて戦うんだ。馬もすごい数でしょうね。馬もだけど戦車や飛行機も使ってね。戦車？飛行機？君には教育が必要なようだね、ジマリ。教育？教育って僕がしていることは教えてあげるよ。ジュマリはタクイルの塔でステファンと一緒に6年間を暮らした。やはりさっきの銃声が気になる。僕は行って見てくるよ。気をつけて、ステファン。なあ、大丈夫だ。念のためにこのナイフを預けておこう。あなたにもしものことがあったら。もしそうなったら君はロシア軍に投降すればいいんだ。僕と違って逃亡捕虜ではないし、思想にも染まっていないんだから。彼らも君を殺しはすまい。捕まれば銃殺の僕と違ってね。ステファン。だが夜になってもステファンは戻っては来なかった。不安に駆られたジュマリは馬でステファンの行った方角に向かった。どうだ。このキャンプは。おやおや、これはこれは、誰かと思えば
なんと、我が花嫁か。なんてこと。おっと、逃げるんじゃない我が娘よ。おだから、どうやら残りの半額を払ってもらえそうだな。いいだろう。さあ、あの夜の続きをしようじゃないか、愛しいジュマリ。縄を解いて。もちろんさ。さあさあ、こっちへおいで。喉をひとつきされた小田からは声も上げられずに悶絶して果てた。さあ馬たち、自由にしてあげよう。行きなさい、好きなところへ。ジュマリはアタフババのキャンプにいた馬たちを一頭残らず解き放ってしまった。この砂漠で馬を失うということは、すなわち死を意味していた。あれはロシア軍。アタフババ、お前も悪行の清算をする時が来たよね。変わっていない、何もかも昔のまま、ただ朽ち果てただけ。10年後、2つの大学で農学士の学位を獲得したジュマリは、再びあの塔のあるタクイルを訪れていた。荒れ果てた塔、ジュマリはそこにオーストリア軍の破れた制服に身を包んだ一体の骸骨を見た。そして一枚のメモ。君はきっと戻ってきてくれる。また会おう、ジュマリ。ただいま、ステファン。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。